倉春閣は、大倉木八郎が、隅田川に面した場所に構えていた別邸の一部を、なしていた、接待用の建物である。後に、千葉県船橋市に移設されたが解体され、新潟県柴田市へ移築する予定となり、2020年、現在工事である。大倉木八郎は、1879年に、向こう島の隅田川に面した場所に別邸を構えた。特に、 品格の接待用として、日露戦争後の九百十二年に隅田川に面して建てられた建物は、蔵春閣として広く知られ、伊藤博文や渋沢栄一もここを訪れたことがあるという。また、単に5点とも称されていた。蔵春閣は、建築面積二百五十四点五零平方メートル、延べ床面積三百九十八点五零平方メートルの二階建てで、 東派不入りも屋作りの屋根に平張針が設けられていた。戦後の占領期に、大倉別邸は、大倉別荘内市、両邸、大倉として、占領軍将校の養所とされた。特殊養施設協会は、将校専用の接待施設として、大倉組の特別の行為を得て、大倉別邸を接収したとされる。また、大倉別邸には、赤線地帯とされた鳩の町のカフェ街と、 連続するものとしてカフェが置かれた時期もあった。京角2010年撮影。1955年11月の船橋ヘルスセンターの開業後、倉春閣は朝日土地工業によって買収され、船橋ヘルスセンター内へ移設。長安殿と名を変えて中華料理店の建物として再利用された。1977年に船橋ヘルスセンターが廃業した後、 1978年に A 家によって位置を変え、ララポート東京ウェイ内の一角に三井ガーデンホテルの付属施設、企業格として残されていたが、2006年に閉鎖された。2011年にホテルが営業終了を終了したのに伴い、2012年に大倉文化財団へ寄贈され、同年から2013年にかけて、一区を前提として解体された。 解体された部材は、大倉文化財団が所有し、木八郎の出身地である、新潟県柴田市に倉春閣の寄贈を申し出た。市は2017年秋に一区を決め、2019年2月、4カ所の候補地から東公園を選定したことを公表、2020年10月に着工した。ありがとうございます。